解くと見せてやる。私を弟子にしてください。立て、さくら。お前の覚悟はそんなものか。大切な人を守るため、負けられない。よし、終わったな。やりましたね、千代婆様。ああ、どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うわっ、やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でも
そこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。おい、そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさかな。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。さくら。これは無駄だ。俺の毒がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。大丈夫か、さくら。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか。答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら死だ。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当にくだらねえ。
はそれ。さすが暁だな、手強い。ガーラを返せ。変わった人中力だな、お前。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたがな。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったか。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。おら、てめえらは潰してやる。戦闘開始。やった。ラスト。やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。
前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ。逃がすかよ！じゃあな。逃げたか。畜生。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。
ずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。え？お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。ガーラ。ガーラ。誰だ？誰を呼んでいる？ガーラ。この声、俺が知っている声。ガーラ。知っているこの声を。そうだ。ナルト、世話かけやがって。なぜお前がここに？俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が？医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代ばあ様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは？ナルト、千代ばあ様はお前とガーラに未来を託した忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。
皆、千代婆様に祈りを。じゃあな。おう。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま